衛星という時代、最後にして最高の戦いが始まる。はい、カリスマは2人いらない。今第1ラウンドゴング。あれからもうヒット選手の14年。マサトとしてもあたらマサト、マサト先生2対0。堀口恭司、いよいよです、ケンコバさん。はい、もう本当10年前ね、あの試合から始まった、日本中を巻き込んだ部分がまた今日から始まるっていうね、そんな予感がしますね。ジャンルごと破壊しなきゃダメかな。負けてないよ。いや、やるんだね、とうとうね。見たいような、もう始まっちゃうのかっていう、ちょっと寂しいような、見たくないようなね、この何分後かにはどちらか勝者が決まっちゃうわけですもんね。本当に最強対最強ですもんね。ここからまた何かが始まるっていうね。そうです、これが終わりじゃないからね。そうですよね。何が始まるのかを見たいね。いかがですか、このダウンボクサー代表として戦うので、負けたら本当に自分がやってきたものとか崩れ落ちてしまうか。やっぱ天心選手が負けれないですよね、立場的には。まあ自分の土俵ですからね、天心選手からすると。鋭い踏み込みで振動天心を進める。ただやはり堀口選手もやっぱり勝機がないとこの試合しないはずなので、自信あると思います。頑張れ。父と歩んだ長く険しい最強への道、それが正しかったことを証明する。父が与えた神業たちに携え、やっぱ隙がないよね。後半戦に勝てない、はい、その一発で切ってやることが可能ですよ、はい、それは堀口、我々に言えるのか。先の先の先を読むと、お客さんが親友としてすごい見ると思いますよ。これもすごかった。倒して会場ドカンする。どちらの剣が先に届くか。みんな舐められてるじゃないですか。かかってこいと、まあ、甘く見んなと。絶対勝てますよ。あの試合みたいに日本を盛り上げようとして、こういう試合をやりますって言いたいですね。余裕でしょみたいな、多分言うだけだと思います。そうですね、やっぱりキッドさんの推しクレイジービーですからね、堀口選手。始まりますね、新たな時代というか。そう、時代を作ってこい、始めようか。本当にどうなるか分かんない試合ですね。一つの時代に二つの最強はいらない。那須川天心 VS 堀口恭司。高まる埼玉スーパーアリーナのボルテージ、そしてこの男の登場、静かに観客は見つめています。2004年大晦日、キックボクサーマサト対総合格闘家山本キッド則文、伝説の名勝負から14年、今開かれ新たな伝説の扉、最強の司令塔、総合格闘技代表、大歓声の中、堀口恭司の登場です。この日を待ちわびたおよそ23万5000人の観客が、興奮と緊張の波に飲み込まれています。那須川と戦うため、普段は使う関節技、寝技、寝技を封じた堀口恭司、キックボクシング最強、キックボクシングで破壊しに行きます。AGA には増毛という提案があります。それは増やしたいところだけに、増やしたい分だけ確実に、
しかも髪が伸びても元の位置に。アートネイチャーからコントロール自由自在の新増毛法、まさにナイスコントロール。マームコントロールシステム誕生。増やしたいのは笑顔です。アートネイチャー、ヘッドスパ増毛1万円。あなたもキックの領域に乗り込んできた最強総合格闘家に迎撃態勢は整った。キックボクシング代表那須川天心。神童の登場に埼玉スーパーアリーナの空気が変わりました。時代が動く、音が聞こえてきました。自動車保険を自分で決めた僕が選んだアクサダイレクトは、保険料が走りそうな分だけ、運転する人の分だけ、車両保険も必要な分だけ。例えば僕はこの保険料だから他社からの切り替えで満足度 97%。 嬉しそうね。しかもインターネット割引最大2万円。アクサダイレクトなら必要な分だけ保証を選べる。だからもう保険料に悩まない。アクサダイレクト。ネット割最大2万円はアクサだけ。引っ越ししたと言ったら兄は早速やってきた。おお、ボス元気か。ニコも来たぞ。いい部屋じゃないか。でも思ってたよりシンプルだな。私の部屋に一体何を期待しているんだ。まあゆっくりしてって。ん？さっきと違う。まるでペットの天国じゃないか。にゃにゃにゃんって自由な賃貸にゃんだ。 DK セレクト。あいつ本当に魔法使いだな。キックボクシング最強と総合格闘技最強、同じリングに立って打ち合っています。こんなことが実現できるのはライジンのみ。世界の格闘技界が震撼する高カード、黄金カード実現です。2015年に立ち上げたこのライジン、最高潮の盛り上がりを見せています。この歓声が、この声援が格闘技界の歴史が動く音。総合格闘技界から乗り込んできた堀口恭司、そしてキックボクシング界を代表する最強のキックボクサー那須川天心、牧陽子さんも注目。この戦いを目撃しにやってきました。多くの著名人たちも訪れているここ埼玉スーパーアリーナ、歴史の伝説の幕開けです。ただいまより第9試合を行います。これはすごい。青森165センチ、 57.9キロ、堀口史上最強のメイドインジャパンが、最強の総合格闘家がキックボクシング参戦、堀口恭司。阿部一二三選手です。64センチ、世界王者も見に来ています。那須川天心、キックの牙城を守れるか。目指すは堀口恭司の破壊。神童那須川天心。ライジンキックボクシング特別ルールで行われます。1ラウンド3分、この戦いはライジンキックボクシング特別ルール、1ラウンド3分3ラウンド制。3ラウンドの後判定がドローだった場合は延長1ラウンドが用意されています。この2人が向き合っている、こんなことは世界中誰もが、格闘技ファンが全く想像しえなかったことです。これが伝説です。伝説始まるね。今始まります。今その幕開け、世紀の一戦。初めて堀内恭司がキックボクシングルールに挑むという戦いでもあります、うん、その場相手は世界ナンバーワンのキックボクサーです。那須川天心です。まあ、今日の会場のこの熱気はもう異常だね。そうですね、ちょっと今まで味わったことないね。いや、こん
が響き渡る埼玉スーパーガー。聞いてください、感じたことがありません。始まった、始まってしまった。堀口教授、そして那須川天心、光の空間が出来上がりました。これは目が離せない。さて放送席には現在のキックボクシング界でタイガ選手とともに活躍しているキックボクサー平谷さんにお越しいただいています。平谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや平谷さん、はい、キックの世界にこのような黄金カードが実現しましたが、どうご覧になっていらっしゃいますか。はい、まあ、このもう 今のこの状況を見ている感じ、結構天心が、警戒しているというのが、いきなり、はい、ファーストコンタクト堀内、はい、いやこの空間です、まあ、一つ言えるのは、はい、今まで天心選手がやったことのあるタイプではないということは確かですから、ね、それをどう早い時間でさばくか、はい、早い時間で見切るかということ、見切ることができるかできないのか、そうですね、大きなポイントです、はい、踏み込みを見せる堀口教授。堀内教授は伝統派空手の出身、そして一方の那須川選手は極真空手の出身です。ですからそういう意味ではノーコンタクトと、そしてフルコンタクトの戦いです。ハイキック、意外と今日は振りかぶった左、しかしここで気をついた那須川天心、膝切りを見舞っていきます。平谷さん、いやこれガードの引きましたか、平谷さん、ね、はい、今日はちょっと堀口選手至近距離から攻めてるね、そうですね、そうですね、はい、それが一つの作戦かもしれないですね。一撃ですけれども平谷さん、はい、今の意識いかがでしたでしょうか。そうですね、まあどちらの選手も多分入り際を狙ってると思うんですよ、まあ、それでおっと左半曲だ、那須川ダウンツー、いやでも左速いね、そしてウィービング天心、ポイント入った、そして左の蹴りは受け取った。那須川の堀口の右は速かったよ、速かった、速かった、笑っています、笑ってしてた、史上最強のメイドインジャパンが笑っています。さあこれは認め合ったもの同士しかやらないね。そうですね、ノ、うん、ーキックを放っていきました堀口、普通試合中に笑えねえよ。そうですよね、しかもお互いに大きな総合格闘技とキックボクシングを背負ってるわけですから、さあ笑っています、堀口が楽しそうにしています。今新時代の扉が開かれる瞬間を楽しんでいる、全身で楽しんでいる堀口、とうとうこの日が来たかって感じだよ、そうですね、この辺と一瞬の飛び込みを見せる堀口、右のジャブをかわしてきました。いや本当にね、総合の時の、ね、距離感と全くね、堀口選手違うんだ、おっと左距離を詰めてきた、そして2球を返した左半キックのスタート戦、あのね、天心選手と左ミドルもむちゃくちゃ見えない、ね、ローキック受け止めて右ストレート、でもそのさばきも よくできてるね、そうですね、うん、いや平谷さん、何ですかこの空間は、はい、いやこれすごいですね、今カウンターにカウンターを合わせ合っているような感じで、すごいですね、本当に那須川選手が言う先の先の先を読む戦いです。今第1ラウンドが終わりました、黄金のラウンド、まず1つ目が終わりました。いやすごい、これはすごい、もう放送入らなくてもいいからいいや、すごいわ、いや信じられない光景が今出ます、この左のハイキックです、なんか酸素吸うの忘れるね、あの本当に無呼吸感染恐ろしいスピードの展開でしたね、有酸素感染と無呼吸感染初めてですよこれ、お前堀口選手笑いながらやってんのよ、いや、ね、この左ハイも入ってるようにも思いましたし、うん、多分かわしてんだよね、でも堀口選手のパンチ入ってんすよね、これ入ってんのよ、これでね、おお、すごいっすよね、いや飛び込んでの、うわー入ってる、ほらすごいスピードの展開ですよね、すごいスピード、なにこれ、漫画を超えたね、デジタル放送にしといてよかったですよ、日本の放送業界、まだ見れるのよこの試合、あっという間だったね、この後第2ラウンド、内容は濃いから、さあまあスタミナに関しては両者は問題ないからね、優劣をつけるのは非常にもったいないこの2人の黄金カード第2ラウンド、もう本当に紙一重のミスが、はい、敗北へとつながるっていう、その戦いですよ、もう本当にミスが許されない戦いですよね、そして那須川選手ちょっと構え方変わってるんですよね、何かこう伝統図らずに似てるような動き、はい、現役の伝統図らずの王者とも結構積んできたそうです那須川天心、堀口選手笑ってるもん、そうですね、楽しんでやってる、さあどこで踏み込むか、飛び込んでくるか、フェイントを見せる堀内、いや平谷さん、はい、この空間ですけれどもね、はい、今堀内の踏み込み、お今
前蹴りを出してきました夏川です。どうでしょう、あれ見えてるんじゃないですか、ヒロさん。そうですね、堀口選手多分この場合、この戦い方多分すごい、自分のフィールドに持っていってると思いますね。なるほど、そうですか、はい、堀口教授自分のフィールド持っていってると。そうですね、天心選手がもうちょっと多分その、今空手っぽい動きをしてしまってるんで、それだと堀口選手のフィールドだと思うんですよ。なるほど、そういうことなんですね。おっと、この蹴りが効くか、どうだ、当たったか。いやまるでカポエラのような攻撃、はい、いや仕掛けますね、キックのファンタジスタ那須川天心。ただ涼しいかもしれない、堀口が攻めた。さあ那須川も左のハイキックで応戦していきますが、しかし当たっています。いやヒヤヒヤするな、堀口のパンチ。さあ横取りハイキック。さあ笑っているぞ、堀口が笑っている。待ってよ、いや高田さん、次の瞬間ですよね、このコンタクトの瞬間を超えて、左ストレート、それをかわしていきました。すごい、失礼しました、堀口。よく音速の戦いっていうけど、これ本当高速だよね。そうですね、光の速さになりました、光の速さ、さあ動き回る堀口に対して那須川距離を潰すことができるか。広谷さん、はい、ここで飛び込んできた堀口でありますが、返す広瀬さん、近い距離だと那須川ですか、それとも遠い距離だと堀口。天心がじわ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 って攻めるのは多分堀口選手すごい嫌だと思うんですよ、なんでバッて入るのに対してはおっと、ドラキンがおっと、ローブローです、ローブローです、ボディへのキック。あ、そうですか、堀口選手からすれば、堀口からすればじわじわと詰められるの嫌だ。そうですね、皆さん、こういうのは後々やっぱり響く、結構その、休憩を取ってもらってもだいぶこれ痛みは残るんで、結構集中が切れたりとかで、ね、スタミナもロスするよね。そうですね、はい、さあそして、山本キッドもですね、こういう人ありましたけれどもね、ローブローです。いや、朝日奈さん、はい、この2人の戦いですけど、どうご覧になってらっしゃいますか。いやもう本当に早く参加します。もう緊張感もすごい伝わってきますし、お二方が楽しんでるっていうのがすごく伝わってくるので、いやもう本当に最後まで見届けられるのが嬉しいですね。そうですね、そして緑に対して、おー、ローキックだ、これもちょっとローブロー気味に入ってしまった、ローブロー気味に入ってしまった。いやこの2つはでかいよ。そうですね、小野野中さん、はい、この2人の対戦、今はですね、ちょっとローブローで止められているところではありますけれども、はい、いやちょっとね、ワクワクしますよね、時計の針が進んだ瞬間。そうですね、もう本当にこの2人の試合が決まったことを耳にした瞬間、もう叫んでしまったんですけど、はい、今ももうワーとキャーとウォーぐらいしか出てこないような、そんな状況ですね。そうですね、本当にローブローです、これはちょっと待ったというね。これ確実に、なるだけ回復してから戦ってほしいものではありますけれども、平井さん、はい、ちょっとこの形があるとはいえですね、はい、なるだけ影響しないようにしてほしいですよね。そうですね、せっかくなんで、2つ回ってるからね、平井さんね。ああそうですね、あの強烈なの、那須川天心はですね、命中率が非常に高いんですけれども、その那須川天心がこのようにローブローになってしまうというのは、それだけ、堀口の息も早いということでもあるし、はい、入りが早い、おそらく那須川天心としても他の部分を狙って打ってるんですが、そうですね、そこに素早く動く堀口、はいはい、だからこそこのようなローブローという現象が起こってしまうという。そうですね、はい、じゃあ再開します。再開します。どうしても堀口選手は重心が低いところもあるので、なるほど、そういうこともありますね。あと何分、残りは30秒となっています。この第2ラウンドになりますが、さあミドルを放ってきました、それを刈り取っていきました、堀口教授です。落ち着いてますよね。さあそしてショートレンジサイドフック、ラスカワッツナ左ストレート、膝を出していく。さあ堀口もここは手を出していきました、かわしていきます、ステップ。さあこの空間は異世界同士の進行の空間。さあノーダウンです、ノーダウンです、スリップです。さあこの第2ラウンド、一瞬の静寂の中で今ゴングが鳴らされました。この後第3ラウンドを迎えます。何にも喋れない、ヒレアさん、はい、何にも喋れない。いや本当そうですね、喋ってる間に終わっちゃうもん。そうですね、試合ですね、すごすぎるんじゃないですか、すごすぎるこれ。いや天心選手のコンビネーションとんでもなかったですよ、あれ最後の打ち合いすごかったな、はい、
いやこれも入ったように見えましたけどね、蹴りをキャッチした堀内選手のすごい瞬間だったな、ちょっとしゃがみ込んでのトリッキーな蹴り、カポエラみたいな ね片手で受け止めちゃった、ここね、おーおースリップだねですね、聞いてはないですよね、ものすごい速度ですね、これね相打ちのダブルノックアウトもあるね、ね、いやでも回をラウンド重ねたらね、天心選手有利って声が多かったんですけど、これ分かんないですよね、いやいよいよ最終ラウンド、もう最後、コスモエコカードはガソリン代が節約できるだけではありません、それはエコ活動への小さな入り口です。コスモ石油のさまざまな環境活動に年500円の寄付金で参加することができます。コスモエコカード、それはあなたのエコの初めの一歩。心も満タンにコスモ石油。明治勝利に沸くタケノコ党本部です。委員長の松本さん、はい、こちら敗れたキノコ党、そしてどっちも党本部です。結果すべて出揃ったようです。勝ってもおごらず、改めてタケノコ党マニフェストです。絶対タケノコと思ってたもんね。負けても恥じることなく、世の中がタケノコなんじゃないですか。人生はタケノコだぜ。キノコタケノコ国民総選挙、タケノコ党の勝利です。マニフェスト本当にやります。キャンペーン中。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ラスト、もしかしたらこの2人の戦い、そのゴングはこの大歓声かもしれない。ラウンド3ファイナル。はい。さあ第3ラウンドファイナルラウンドが始まりました。那須川天心対堀口恭司、新世代の伝説の一戦、永遠に語り継がれるであろうこの名勝負。まずは距離を詰めた那須川、ヒリヒリするね。作戦を展開しています。もうすでにこの状態で平瀬さん、やり取りが始まってますね。そうですね、さあ飛び込んできた。全然スタイル違うんだよ。そしてハイキックを出していきます那須川。那須川天心としては三日月蹴りを当てたいという話もしています。さあここは受け狙ったノーダウンです。はい、天心スペシャルという対堀口王の必殺技も用意してきています。あっと膝が当たっている。ハイキックですが膝が当たっています。今やっぱ空手蹴りだよね。空手蹴り、そうですね、ミドル気味して入る。そしてこの時折見せる堀内のフェイント、距離近いですね。そうですね、近いけど左のハイキックはガードの上です。だからあそこまで近いってことは、堀内選手は、はい、天心選手のパンチが見えてるってことなんだよね。そういうことですよね。これだんだん見えてきたっていうことですか、平さん。いや、そうですね、しっかり見て返してるんで。なるほど、おっとカウンター。そして飛び込んできた堀内、詰めた堀内教授の那須川の距離を把握したか。ボクシングの距離だもんね、あれね。右のジャブです。さあ残り時間はこの第3ラウンドあと半分になりました。ヒリヒリする戦い、緊張感に満ち溢れた戦い。飛び膝膝蹴り、飛び膝蹴りを見舞っていこうとした堀口教授。あと1分、こんなにも時計の針に進んでほしくないと願うのは格闘技ファンだけでしょうか。さあドーナス回転蹴り、ついにドーナス回転蹴り回転。さあちょっと効いてますね。さあ堀口のところ、ゲストワークについてしまった堀口です。これはもう体が動いちゃう、はい、総合の選手。あ、なるほど、左が当たった堀口の左が那須川の顔面を捉えました。さあここが打ち合いになっていく、ロープを背負わせる那須川天心。さあガードを固めて那須川が距離を潰していく。堀口も応戦していく。さあハイキック、ミドルキック、那須川受けに1本に腹効いた、これは効いた。後ろに下がった堀口、決めるかは強い那須川。那須川左ハイキック、ドーナス回転蹴り。大丈夫、ちょっと効いてるけど、大丈夫です、ここは那須川天心の土俵です。あと15秒、あと残り、まもなく10秒、飛び込んだ、それをかわした堀口。さあ時間が進んでいく。
駿府のところでかわし合っていきました。光の攻撃、ここでゴングが鳴らされました。黄金のカードはファイナルラウンドが終了。サナド終了。勝又さん、はい、やっと来ましたね、試合が。そうですね、ただね、我々判定決着嫌ですね。いや、これ判定なら延長1ラウンドあるんですよね。そうなんですよね、はい、判定でね、差がなければ延長みたいですね。3ラウンドお互いバチバチの打ち合いきましたね。いやちょっと効いてたね、最後。いや、ちょっと堀口選手がボディかね、ボディの連続が効いたのかな、ミドルキックの。ちょっと動けなくなったもんね、はい、ちょっと最後止まったような風にも見えましたけど、これも、いや、これが、あ、これがちょっと効いてたのか。効いたんだね、頭に側頭部入っちゃって。いや、ただまあこれも判定どっちになってもおかしくないですよね。いや、わかんない、金的の注意がね、そうだね、ポイントになるかもしれないですね。いや、ただただね、お互いの体力とスピードすごかったですね。緊張の瞬間です。ジャッジ2人以上の指示が必要です。ジャッジ永瀬30対29、差がついた。赤那須川、まずは那須川。ジャッジ29対28、差がついた。赤那須川、那須川天心です。キックノックシングルール振動那須川天心対史上最強のメイドインジャパン総合格闘家堀内浩二選手だ。振動那須川天心に軍配が上がりました。那須川天心判定勝利を収めました。しかし、この相手の土俵に飛び込んできた堀口恭司、歴史を動かしました、見事です。じゃあ、中田さん、はい、その2人ながらと作れる空間、はい、我々感じましたね。もう MMA のファイターである堀口選手が、ね、その那須川天心選手のフィールドにで戦うからね、感謝を申し上げたい。そうですね、決闘を叩いて、本当にありがとうございましたという気持ちいっぱいですね。勝ち名乗りを受けた素晴らしい戦いだった。決闘を叩いに行きました堀口です、うん、堀口恭司選手の皆様、2人ともかっこよすぎるよ。そうですね、男前だ、すげえ。本当に2人互いに大きなプレッシャー、そしてそれぞれの格闘技のキックボクシングと総合格闘技の看板を背負いながらの戦いでもありました。平井さん、間違いなく総合格闘家堀口恭司がキックボクシングルールに挑んだ、はい、これはもう格闘技の歴史変わりましたよね。いや、変わりましたね。堀口先生、あそこまで対応できると思わなかったですね。大声援の中、それでは審査員です。那須川天心選手です。率直な今、胸に込み上げる気持ち、言葉教えてください。皆さん、ありがとうございました。まあ、それより本当堀口選手が、自分のキックのルールで戦ってくれたこと本当に感謝します。ありがとうございます。自分は本当昔から堀口さんに憧れて、いつこの堀このカードが決まった時になんと堀口さんとやるんだろうとずっと思って、自分はいつも普段プレッシャーだ、緊張しないんですけど本当に緊張でいっぱいでした。だから今回の試合、こういう形で勝ちるようになりましたけど、本当に、自分成長できたと思います、これも堀口選手のおかげです。ありがとうございます。名勝負を繰り広げた2人です。そして本当に、あ、ここで続きましてインタビュー堀口です。堀口恭司選手にもお話を伺います。この試合を終えて今思う堀口選手の言葉教えてください。那須川君、でかいこと言ってごめんね。まあ強かったね。もっともっとキックとか、日本の格闘技もっと盛り上げましょう、一緒に。で、釣りも行きましょう。これからも日本の格闘技を盛り上げていくので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。見事な戦いを繰り広げました那須川天心選手、そして堀口恭司選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。
キッチン13、はい、いかがでしたか、ケンコバさん。いやもう全身の力抜けましたね。いやクタクタですね。本当に眼剤打たれたような今も。いやでも久しぶりに振っての高い大会になりましたね。いやこの試合が見れてよかったですね。堀口天心戦声出ちゃったな。興奮した。これは大晦日への期待感が相当高くなる。いやすごい、はい、本当にライジンが今一番すごいかもしれない。素晴らしいね。山本美宇選手の勝利も感動しましたよね、うん、そうですよね。よかったですよね。もうファンの方が増えたんじゃないですか。格闘技大好きな人から今まで見たことないような人でも楽しめる、うん、面白かった。世界一盛り上がってる団体として、はい、もうここから突っ込む選手がないじゃないですか。そうですね、うん、歴史も動いた一日。